朝のスタート特訓の時から前付けの動きを見せていた6工程白井英二。この時は3コースと2コースから行っていました。スタート展示では1、6、中段が2、ダッシュ3、4、5となっていまして、本番でもまず1、6と内側からコースが埋まっていきました。第3レースの予選競争。今スタート1分前、工学1号艇都築雅治です。昨日は5コースから中をついたんですが、その上を深谷選手にまくり出されてしまいました。結果3着でした。2コースが6工程白井英二、まさかの初日2走でしたが、気迫の前付け、ここから巻き返しとなっていくのか。2号艇永井豹也です。初日前半5着に終わりましたが、後半はしっかりとイン逃げを決めて挽回に成功しております。3号艇伊達政俊、フライング1本持ち、昨日は大外からでコース遠く6着でした。ここまでがスロースイキ、本番はダッシュにて5角4号艇元岡勝利。元岡昨日の陰線は3着に終わっています。そして大外6コース5号艇下川雅文、昨日は4角からの2番出し及ばず5着でした。2対2対2と分かれています。第3レース予選競争、人気は6番白井から相手候補1番続き、2番永井上がっています。1番6番2番3番ダッシュ、4番5番体型1号艇6号艇2号艇この3艇好スタートを決めていきました。スリット後少し除く6号艇の白井英二、白井は1号艇を回してからの差しを狙っていきますが、1号艇続きしっかりグリップが効いています。続きは逃走成功、スタートは前提正常でした。2番手争い、2位った2号艇永井と差した6号艇白井がラップ、その内側から迫れるか3号艇の伊達、あとは4号艇5号艇追走です。2マークは1号艇の続きから6号艇の白井が握って追走、2号艇永井逆に V 字をついていきますが、2番手争いからスピードが乗っている分、6号艇白井がリードを取りまして、上位体系は1番6番2番2号艇の外にいる3号艇伊達が2艇審査、あとは4号艇5号艇です。2周の1マーク、トップ1号艇続き雅治、続いて握り前で6号艇の白井英二ですが、ここは1号艇6号艇定間は4艇身から4艇身半ぐらい、そして3番手が2号艇の永井です。2周バック上位体系は1番6番2番、後続は3号艇伊達、4号艇元岡、5号艇の下川です。2周2マーク、トップは1号艇都築雅治です。続いて6号艇の白井英二、3番手2号艇の永井豹也、上位体系は1番6番2番で最終周回へで入っていきました。現在上位を形成する3名スタートしっかり決めていきました。6号艇白井差し的を絞ったんですが、1号艇続きしっかりと船が返りまして先頭、さあ差して迫れるかというところなんですが、回ってから少し引き波に苦労しています6号艇白井、前との差がなかなか詰まりません。そして3番手が2号艇の永井です。上位1番6番2番でラストコーナーを迎えます。先頭は1号艇の都築雅治です。今日後半11レース再登場となります。さあ6号艇諦めず差しを狙っていきまして、肉薄したんですが、回ってからしっかり1号艇船返ってきた都築、トップを守りきりまして上位は162、先頭1番都築5輪、6番白井5輪、2番永井5輪の後ろ、3番